はい、こんにちは。MTF 塾所、51歳の村田美香です。本日、2月18日、時間はですね、今テレビの、時計表示を見ると3時17分からの撮りです。はい、予告通りです。51歳の、なったばかりの、YouTube ムービー、スタートいたします。そしてですね、この時間に至るまでということは、12時間足す3時間。51歳になったから、ちょうど今15時間になるわけですよね。かなりの数のですね、お祝いの、コメントとか、メッセージとか、つぶやき的なところとか、はい、本当にありがとうございます。ただ一つ年を重ねただけなんですけれども、年が増えることは、嬉しいような切ないような特に思い入れはないんですけれどもね、多分一番強かったのは49歳から50歳になった時の去年の鳥ですね。40代からいよいよ磯路50代ということで、そこがとてもなんか印象には残ってるんですけれども、なので、一つ年が重ねて、背番号一郎な感じで51歳。でも、今まで多分ですね、一番たくさんのお祝いコメントとかをいただいた誕生日だと思います。今こうして、撮影を、こうやってね、している最中でも、続々と、お祝いコメントとか、一番多いのはやっぱり Facebook が多いんですかね。はい。お返ししきれないぐらいな感じで。そして特にですね、今日、誕生日だからといって、何か宴があるかとか、イベントがあるとか、そういったものは、庶民なのでまずないです。たまたま今日日曜日という曜日なんですけれども、割と土曜日日曜日祝日に村田理香と週1 AV なデート、長いですね。もうかれこれ9年目になるんです。なるんですね、きっとね。ずっと続けてますけれども、割と入りやすい曜日だったりするんですが、気を使って多分誕生日だから、何かきっとあるんだろうなっていう心遣い、お気遣いがあって、ちょうど完全にオフになっているという、今からでも遅くね、やっぱり遅いですね。無理ですね。ちゃんと撮影前はやっぱりタレント芸能人とかのプロのモデルではないので、エチケットとかやっぱりして男性にはお会いしたいじゃないですか。ここら辺の発想はもしかしたらやっぱり、脳みそは女のではないんでしょうね、きっとね。男の方なんでしょうね。男の人が求める、ちゃんと準備してる、ご失礼がないように、またブーブー入ってますね、またはい。そういったこう姿勢というか気持ちで、男の人目線から言えば俺に望んでるんだなっ
っていうところがやっぱり男心としては嬉しいもんなんですよ。はい。あぐらかいちゃいけないんですね。いくら綺麗でも、いくら可愛くても。そして私みたいに特別綺麗でも可愛くも若くもない人は、より一層そのお医者するね、男性に少しでもその不快な思いとは逆の思いですよね。いい思いをやっぱりしてもらいたいので、そうなるとやっぱりエチケットとかやっぱり準備をして、ちゃんとお会いしなきゃいけないので、今からじゃとてもじゃないけど間に合わないんですよ。一応こう見ると、ね、ちゃんと 大丈夫なんですけど、でもやっぱりね、こうやって細かくこう見たときに、なんてことになると、もう本当に100年の恋も冷めちゃうので、女の人って多分、ロケーションとかシチュエーションにロマンを感じると思うんですけれども、男の人は、ロケーションやシチュエーションにロマンを感じるのではなくて、なんだろうな、その自分に対して、どれだけそう、汚れなく、美しく接しようっていうふうに思っているかどうか、その女性がですね、そこにロマンを感じるので という男の発想なんですけども。はい、ということで、今からはとてもじゃないけど対応できないので、ごめんなさい。いや、もう、リカさんのそのエチケットしないまんまでもいいよと。それこそVIO ゾーンってあるじゃないですか。まあ、さわり玉なしの私が VIO ゾーンっていう表現は、真ん中のアルファベットはちょっとどうなんだろうか。とは思うんですけれども、厳密には。ただやっぱりね、きっちり VI ゾーン、VIO ゾーン、相変わらず、噛みますね、相変わらずね。51歳になっても、舌足らずで噛むのはしょうがないです。で、話を戻しまして、やっぱりそういうところも、もう本当に、チクチクなんか絶対あってはいけないというふうに思っております。まあ、大抵ニューハーフさんの、例えば AV とか見ても、大抵下全部ツルツルが多いですよね。そこに何かその草原が 草が、生えてるかいないかで、全くイメージ違ってくると思います。まあ、特にね、V もそうですけど、I もそうですけど、O ですね。ここはもうとても神経使って、ツルツルにしなければ。間に合いません今日は。はい、ということで、今日は本当に完全に、一人きりのバスデーです。まあでも特にだからなんだってことはないんで、そもそも私42歳の時に村田理香の女性名改名を果たしてから、43、44、45、46、47、48、9回目ですか。あ、そうですよね。だって、撮影デート始めたの9年前ですから。そういえば何かそのイベント的な宴とか、イベントとか、そういうバースデーを過ごしたことないんですね。まあ、はしゃぎたいとか、はじけたいとか、ノリが欲しいとか、あまりそういうのない人なので、まあ、今日もお洗濯して、今外干してますけれども、お洗濯してお掃除して、この後ユニットバスの、お風呂&おトイレ掃除をしてと、普段と何ら変わらないです。まあ、それにお金もないのでね、ギャンブルもほとんどというか、まあ、一切してないですね。しない人なんです。そんなお金はないので。 はい、ということで、もうこんなたわいもない前説で10分経っちゃいますね。今日の51歳初の、ファッションチェックですね。ファッションチェックというよりも、これから何着ていこうかなっ
ていったところになりますね。とりあえずですか、音を聞いていただいている通り、生足です。生です。はい。経過報告を一つ忘れてまして、しておきます。ちょうど丸2ヶ月前、12月18日の日に、こちらのあばら、2箇所ほど多分ひびが入ったんですね。酔って、階段から落っこって、ピシッて言ったと思うんですけども。で、そこがですね、なんとか、若干まだ違和感とか、感じるところはあるんですけど、ちょっと右手がもうフルフルしてる。持ち替えます。はい。なので、どこに見合わせれば、ここですね。なので、でも、一通り、日常的な動きは、大体は、ちょっとね、ある一方方向に傾けると、っていうちょっと苦しさはあるんですけども、あと、こっち側、こっち側ですね。こっち側を下に寝られないんですけど、まだちょっとね。寝られなくないことはないんですけれども、なんかこう、違和感を感じるという。ですが、一通りの、AV 撮影デートと言われるアクションですね。大体 OK です、はい。特に新体操とかしてっていうご依頼はないと思うので、多分大丈夫です。丸2ヶ月経ちました。やっぱ自然治癒っていうんですか、私、国民健康保険とか滞納しっぱなしなので、なんか紙切れみたいな仮保険証みたいなのしか出てないんですよ。で、病院行けなくないんですけど、一括まず実費負担しなきゃいけないので、あと請求で戻すっていう形なので、なかなかちょっとね、収入的に、難しいので、病院行かない主義なんですね。主義というよりも、行けない環境。はい。滞納分多分20万ぐらいあるんじゃないでしょうか。はい。頑張って生きてはいるんですけどね。なので我慢して、自然に治すことを心がけて、丸2ヶ月経ちまして、なんとかここまで戻しました。振るって皆様、ご登録されていらっしゃる方は、日程の予約を入れてください。そして、お振り込みください。それが、そのまんま私の生活の、血となり、肉となり、美となります。はい、少し良くなりました。で、今日はもう、さすがにこのまま生足ってわけにもいかないので、何着ようかなとは思ってるんですけれども、はい、それからですね、さすがに YouTube ムービーなので、あんまりその露骨なセクシーショットって出すわけにちょっといかないので、やっぱりアンチさん非常に多いんですね、私の場合には。失礼。ねえ、こういうマークから、こういうマークって、こういうマーク別に増えるのいいんですけども、削除依頼とかをかけられちゃって、すでにもう120本ぐらいの YouTube 動画の中で、もう4、5本ぐらいはもう削除になっちゃってるものもあったりするので、なんで、リクエストは多いんですよ。もう少しセクシーにサービスお願いします。そこはご登録されて、村田理香と周知 AV などですね、撮影のご依頼いただいて、いくらでも私をお待ちにしてください。ということなので、控えさせていただきます、YouTube の方では。はい、ということで、お部屋の中は一応暖房かかってるんで、この格好、全然いいんですけども、さて、今日は何を着て。実はこの後ですね、お買い物も行かなきゃいけないので、洗濯洗剤が、私が使っているのは、部屋干しトップです。もう
これオンリーです。お買いに行かなきゃいけないので、そういうことで、このまんまで出歩くことはないと思いますよ。さすがにさすがにこれでもちょっと出歩かないですよね、はい。一応よく声をかけられる人なんですけれども、はい、あんまり暗がりで声かけないでください。怖いので。昔も YouTube でお伝えしてますけれども、夜道で私襲われたことがあるので、でそれで怪我もしたことがあるので、一時耐震恐怖症に陥ってお家から出れなくなったという経緯もあるので、やっと克服してここに立ってますから、暗いところで声かけないでください。この間怖かったのはエレベーターに乗った途端に声かけられたのが一番怖かったです。二人きりでね、いきなり声かけられてね、もしブスってされたらね、困るじゃないですか。なのでなるべく正々堂々と、男の人は明るいところで、人がいっぱいいるところでも、よかったらいっぱいに挨拶、好きなだけ、心から、暗いなところで、そういう正々堂々としたところでね、明るく元気に声かける。女の人も、まあ、安心するし、ちょっと恥ずかしくなるから、分かった、じゃあ行きますみたいな感じになる場合もあるので、ならなくて、誰かって言われるパターンもありますけれども、でも呼ばれてもね、別にね、声かけただけですから、犯罪じゃないので、夜道で声かけて、誰かって言われると、限りなく疑われちゃいますから、はい、そういうノウハウ的なところも。いつかお伝えできればと思います。はい、ということで、51歳になりまして初めての動画です。皆様今年も1年、よろしくお願いします。ちなみにですね、女性名改名して村田理香が誕生してから今年で9年ということは来年いよいよ10年になります。もしかしたら来年何か大きな出来事が10周年ですからね、あるかもしれませんよ。もしかしたら男の人と結婚できるなんていう立場になれてるかもしれませんよ、はい。ご希望の方はこちらまで出てないって。はい、ということで、今日のムービーはここまで、はい。ではエンディングトークです。もうずっともう何年も言い続けてます。私の、ポリシーです。皆さんも、それを毎日言い聞かせてみてはいかがでしょうか。MTF 熟女、51歳の諦めないで的な村田理香でした。ではでは。